ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はゼノンザード第128回配信を撮っていきたいと思います。さて、アイディエッタさん2章1話が解禁されましたので、見ていきたいと思います。前回結構とんでもない展開で、ターンエンドです。なるほどな。そんな防ぎ方があったとは。さすがだな、アイリン。恐れ入ります。 A、 アイリンって。 B、 いいプレイだったよアイリン。受け入れてる B の方は。A、 アイリンって。はい、彼が私を呼ぶ際の呼称です。レスキュー AI である彼とは付き合いも長いのです。そうだね。そうだな、アイリン。だがこうしてザ・ゼノンの大舞台で会えるとは、私はとても感動している。共に夕日を眺めながらこの感動を分かち合いたいくらいだ。また大げさな。ちょっと想像してみたが、これはすごくいい光景だ。よし、アイリン、いざ共に浮かん。どこか夕日の見える場所へ。試合中ですが。何？そうだった。もう相変わらずですね。さて、そろそろ再会を。タイムアウトで勝つのは私も嬉しくありません。行くぞアイリン、私のターンだ。来てください。受け切ってみせますよ、ウルタン。アイリンとウルタンっていうお互いに呼び合ってる仲。くう、負けたか。お見事です。こちらも危うかったです。接戦のいいバトルでした。ええ、そうですね。ええ、お客さんも盛り上がっていましたよ。今日の大会で一番だったと思います。お客さんが。はい。歓声が聞こえませんでしたか。すみません、バトル中は集中してしまうので。皆に楽しんでもらえたのなら何よりだ。だが悔しいものは悔しい。どこが悪かったのだろう。プレイミスはないと思ったのだが。6ターン目の動きはプレイミスでは。あそこは攻められた方が私は嫌でした。悩んでいるお互いに。確かにその選択肢も頭に浮かんだが、まずは守りを固めねばな。それがウルタンの戦い方だと分かってはいますが、やはりバトルは臨機応変でないと。相手が隙を見せたなら攻撃に転じなければ、敵の計算を崩すことでプレイミスも誘発できます。相手のミスを待つのは好きな戦法ではないな。やはり正々堂々が一番だ。その気持ちも分かります。ですが、やはり勝利するために戦略は必要で。ええ、なんだか楽しそうだね、アイリー。私が、ですか？私も同意見だ。いつも現場で会うアイリンはもっと硬い印象だからな。それは、医療の現場ですから。まあそうだね、医療の現場でニコニコしとるのはちょっと。そういうことなのか？アイリンが変わってきたのだと思っていたが。確かに初めてお会いした時よりもだいぶ印象は柔らかになりましたよね。ええ、最近優しくなったと思うよ。そうなのでしょうか。私には分かりませんが。 A、 話しやすくなった。 B、 冷たいアイリの方が好きだけど。B はちょっとマニアックだね。話しやすくなったよ。ありがとう。なんだか変な感じです。とっつきにくいと言われることも多かったので。嬉しいです。まあ要するにアイリンはザ・ゼノンを楽しんでいるということだな。喜ばしいことだ。私はいいことだと思う。いつも過酷な現場にいたアイリンが楽しみを見つけたのならな。私が楽しんでいる。どうしましたか？
いえ、何でもありません。ではシャンメイさん、いつもの通り今回のバトルでの反省を含め新しいデッキの構築を考えましょうか。楽しそうだな、私も行っていいか。今後対戦相手になるかもしれないのにそこまで情報をオープンにするのは。私も自分のデッキを見せるからいいだろ、みんなで楽しくやろうじゃないか。寂しいんですか、ウルズーさんは。そうかもしれない。でもウルズー君はもうめっちゃいいやつだよね、絶対。私はん、ここまでか。私はコンコードのさんと一緒にやりたいとか。あなたとの契約は間違いではなかった。あ、それでですね、今回は今日はバレンタインですが、今日触ったっけ。糖分の過剰摂取は体によくありません。今日は一日の終わりには私がチェックいたします。なぜでしょう、ボディの温度が上昇してきました。これ最初の頃はさ、遠慮なく言ってくださいね。あなたの心拍数が上がってますねって言ってたのに、2章になったらね、あのアイリさんの心拍数がボディの温度が上昇するっていうね、なかなかちょっといいですね。でもあの声もう聞けないのか。ですね、お洋服なんですけども、スキン、どっちだったかな、これかな。あれ、どっちかがなんか、あ、これか、エボルブ。あ、これ誰を解放しようかな。でもアイリさんのこのピンクいナース服みたいなの結構好きだから、これ解放しとこう。エボルブ、これ可愛くない？これ可愛くない？不思議な高揚感がありますね。人々を救う今日の調子はいかがですか？ああ、なんか普段の真っ白いのもいいけど、ピンクはピンクで良くない？と思う。痛いところはありませんか？こんな、まあ色が違うだけなんだけど。色が違うだけなんだけど。白髪が綺麗。ありがとうございます。容姿を褒められるのも嬉しいものですね。痛いところはありませんか？遠慮なく言ってください。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ではまた次回配信でお会いしましょう。失礼します。